キティホーク級航空母艦はアメリカ海軍の航空母艦の艦級。フォレスタル級の発展改良型として、まず1956.7年度計画で2隻が建造され、1961年度で1隻が追加された。また1963年度で建造された艦は公式には別艦級扱いになっているが、全海軍年間や世界の艦船では、 本級の四番艦として数えられており、アメリカ最後の通常を動力空母となった。建造費は、ネームシップでは2億6520万ドル、四番艦では2億7700万ドル。第二次世界大戦後のアメリカ海軍は、核戦略の一翼を担い得る、要、次世代の艦隊空母の大型化を施行した。1948年度計画の超大型空母。 ユナイテッド・ステーツは気候直後に建造中止となったもののその後の朝鮮戦争の勃発もあって1952年度計画よりホレスタル級の建造が実現したしかし同級は設計の最終段階でアングルドでキ化されたこともあり飛行甲板のレイアウトなどに改善の余地が多かったまた将来の航空機の大型化に備えて 初着艦設備に余裕を持たせていたが、A3D、スカイウォーリアの配備により、その余地はすでにほぼ食い尽くされる見込みとなっていた。このため、改良された設計案として1954年1月に、クバ1、54が作成された。当初、この改良案は、クバマイナス62及び63から導入される予定だったが、 クバマイナス62は1955年度予算で建造されることになり、時間的余裕がなかったため、同館はホレスタル級4番館インディペンデンスとして建造された。また、クバ1、54ではかなり大型、高価になることが予想されたことから、順次に改定案が作成されていった。このうち、クバ5、54の設計案をもとに、 SCB-127 が設計され、1954年10月には、主要諸言が決定された。これによって、まず SCB-127A 計画艦として、1956年度予算で、キティホーク、続いて1957年度予算で、コンステレーションが建造された。その後、海軍は、原子力空母を試行するようになり、 1958年度予算では、エンタープライズが建造されたことから、本級の建造はここで一度終了した。しかし、同感のコスト高騰もあって、これに続く原子力空母の建造はなかなか実現せず、アイゼンハワー政権下では、1959.60年度、共に空母の建造予算は見送られた。続く1961年度で一石の、 建造予算が認可されたものの、これは、核動力化を断念し、本級の3番艦、アメリカとして建造をされた。また、1963年度では、次期原子力空母のために開発された技術を導入した発展型一石の建造が認可され、ジョン・カイ・ケネディとなったが、同館はアメリカが建造した最後の通常、動力空母となった。 フォレスタル級初期の飛行艦板レイアウト、ケネリの三面図レイアウト蒸気の経緯により、本級の設計は、基本的には、フォレスタル級の障害性型となっている。ただし航空運用機能の強化に対応できる、よう、環境構造物が、艦尾側に移動され、外見上の識別点となった。また、艦対空ミサイルの搭載に対応して、電速並走が強化されたことから、 ラティス構造の本格的なミズンが設置された。首相を祈祷式としているのはフォレスタル級と同様である。さらに SCB-127CE 計画によるケネディでは電速兵装への悪影響を軽減するため煙突を外側に移動するとともに傾斜させている。フォレスタル級では漢方を設置するため両弦に2機ずつのスポンソンを設置していたが、 特に前方のスポンソンは、後天時の紅葉性への悪影響が指摘されていた。このことから、本級では、後部スポンソンのみの設置となった。また、アメリカでは、ソナーを収容するためのバウドームを設けており、これに伴い、怒りの装備容量が変更された。ケネディでもソナーの搭載が予定されたが、実際には搭載されなかった。期間は、 ホレスタル級の高機立て造艦とほぼ同一諸言だが、ボイラーは、フォスターホイーラー式となった。搭載数は8巻、蒸気正常も、戦後世代で、標準的な圧力 1200LBF、インに、温度下し950度と、いずれも変更はない。蒸気タービンによって4軸の推進機を駆動しており、機関出力は28万馬力であった。電源として、ネームシップでは、 タービン発電機としては、出力1 5 0 0ットのものを8機、ディーゼル発電機としては、出力1 0 0 0ットのものを3機搭載した。また、ケネディでは、SSDG を、出力2 5 0 0ットのもの6機、ディーゼル発電機を、出力1 5 0 0ットのもの2機に変更した。上記の通り、本級では、航空偽装のレイアウトが大きく改正された。初着間設備、 キティホークの飛行甲板全通飛行甲板は長さ319.1メートル幅72.5メートルで、また、ケネリでは313.3メートル幅72.8メートルに変更された。カタパルトは全機立造艦2隻では C-13 を4機設置したが、アメリカ、ケネリではうち1機を94.5メートル超の C-13 から1に変更した。 飛行艦板はアングルドデッキ化されており、着艦隊には11度の角度が付されている。ケネディでは着艦隊は227メートル長とされた。アレスティングギアとしてはマーク7から3精度柵の5柵型を備えているものとして設計されていたが、後に4柵型に変更した。なお本級では飛行艦板のレイアウト改正により、 カタパルトによる射出と着艦隊への着艦をより安全に並行して実施できるようになった。格納、補給格納庫の床面積は長さ225.6メートル幅30.8メートルで、クリアランスは7.62メートルであった。また、ケネリでは209.7メートル幅32.3メートルに変更された。航空のレイアウト改正のうち最も目立つのが、 エレベーターの配置であった。フォレスタル級では、左舷側1機、右舷側環境前に1機、環境後方に2機設置していたが、甲板上での航空機の動線を合理化し、ハンドリングスペースを確保するため、右舷側環境前に2機、後方に1機とし、また左舷側のエレベーターも、艦尾側に移動した。この配置は、以後のアメリカ空母でも踏襲されていくことになった。 エレベーターの大きさは、最初2席では21.3、または25.9メートル超15.8メートル幅であったが、アメリカ、ケネディでは25.9メートル超に統一された。航空機用の補給品として、コンステレーションでは、航空用、ガソリン93,384メートルガロン、ジェット燃料1837,512メートルガロン、 弾薬1800トンを搭載可能とされており、またアメリカでは航空用ガソリン5658メートルガロンジェット燃料1172768万メートルガロンとされた。またこの時期にはレシプロエンジン搭載機の運用が順次に縮小されていき、最終的に艦上機が全てジェット機となったことで航空用ガソリンを搭載する必要がなくなり、 空母で最大の弱点と言われるガソリンタンクも廃止された。その後は航空燃料の搭載量として5882トンという数字が示されている。環境の各種レーダーレーダーとしては、広角測定用の案、SPS-8 と対空捜索用の案、SPS-37A に加えて、テリア艦隊空ミサイルのために3次元式の案、 SPS-39 も搭載された。また、アメリカでは、広角測定レーダーを、アン s p s 3 0対空捜索レーダーを、アン s p s 4 3 a に更新し、全機立て増加2隻でも後に同様に換装した。一方、ケネディでは、アン s p s 4 3 a は搭載されたが、広角測定レーダーは省かれ、3次元レーダーは、 アン、SPS-48 となった。また他の3隻の3次元レーダーは、アン、SPS-52 に更新されたほか、アン、SPS-43A もは、アン、SPS-49 に更新された。そして、スレップ回収の際に、広角測定レーダーは廃止され、3次元レーダーは、アン、SPS-48 位、対空捜索レーダーは、 アン、SPS-495 に更新されたほか、低空警戒用にマーク23トスも搭載された。また、海軍戦術情報システムの更新も図られた。なお、上記の通り、アメリカとケネディでは、アン、SQS-23 単身銀の搭載が予定されたが、コスト削減のため、ケネディでは実際には搭載されなかった。また、 アメリカの装備機も1981年には撤去された。兵装としては当初は従来通りに艦砲を搭載する方針だったが、後に対空兵器としてペリア艦対空ミサイルを搭載するように設計を変更した。艦備両源側のスポンソンにマーク10連装ミサイル発射機が設置され、それぞれ40発のミサイルを収容した。 環境構造物上にはこれらを誘導するための案、SPGE-55 追尾レーダーが設置された。また、アメリカでは、SM-1ER と強要性のあるシステムが搭載された。ただし、ケネリはこれを搭載せずに巡航した後、1969年にシースパロー BPDMS を搭載し、同ミサイルを搭載した初の米空母となった。 また1970年代後半より他の3隻も順次にテリア発射機を撤去してシースパールをアイビプドムズに更新していった。また1980年のアメリカを皮切りにファランクス CIWS の搭載も開始されケネリも同年中にまたキティホークとコンステレーションも1984年以降に順次搭載した。キティホークとコンステレーションは スレッププログラムで回収された。しかし、アメリカの回収は数年後の予定にされ、後の予算カットにより1996年に退役。キティホークもジョージ・ワシントンと交代、2008年5月28日に日本での最後の任務終了を経て横須賀基地を出港。同年8月には本土配備され、翌2009年1月に退役した。 ありがとうございます。